是昨天的工作如何呢？昨日の仕事はどうでしたか？昨日の仕事はどうでしたか？我是假日，休みでした。休みでした。名词的后面原本是です，是我改成でした。でした。疑问句どうでしたか？我是假日，昨天是假日，休みでした。休みでした。昨日の仕事はどうでしたか？昨日の仕事はどうでしたか？昨天の工作如何呢？非常忙。忙しかったです。忙しかったです。一形容詞は過去式ね、一把它去掉、じゃ、かったです。かったです。忙しかったです。忙しかったです。很忙碌、非常忙碌。昨天的工作如何呢？昨日の仕事どうでしたか？昨日の仕事どうでしたか？我非常闲、暇でした。暇でした。那形容詞跟名詞一样、加でした。でした。暇でした。很闲、昨天很闲。暇でした。还有一个比较特别的变化是好的一个单词。比如说昨天天气如何呢？昨日の天気はどうでしたか？昨日の天気はどうでしたか？非常好。通常这样想的话可以一把它去掉いかったです。いかったです。这是错误的。它会变音。会说よかったです。よかったです。很好。过昨天的天气很好。よかったです。よかったです。第二个是过去否定的说法。昨天的餐厅好吃吗？昨日のレストランは美味しかったですか？昨日のレストランは美味しかったですか？因为是昨天的事情，所以要用过去否定。美味しくなかったです。美味しくなかったです。一形容詞的一把它去掉。じゃ、くなかったです。くなかったです。美味しくなかったです。昨天的考試很簡単吗？昨日のテストは簡単でしたか？昨日のテストは簡単でしたか？因为是昨天的事情、要用过去否定。簡単じゃありませんでした。簡単じゃありませんでした。じゃありませんでした。じゃありませんでした。也可以说、じゃなかったです。じゃなかったです。それから言うと、簡単じゃありませんでした。簡単じゃなかったです。都可以。都下一个是、名詞的過去否定。昨天你休息吗？昨日は休みでしたか？昨日は休みでしたか？我昨天没有休息。昨日は休みじゃありませんでした。昨日は休みじゃありませんでした。じゃありませんでした。です。把它去掉じゃじゃありませんでした。可以说じゃなかったです。じゃなかったです。それで休みじゃありませんでした。或者是休みじゃなかったです。都可以。还有一个比较特别的一形容词会变音。いい、好。它的过去否定是よくなかったです。よくなかったです。比如说、昨天的天气如何呢？昨日の天気はどうでしたか？昨日の天気はどうでしたか？不好。这是昨天的事情，过去否定。よくなかったです。よくなかったです。今天的课程到这里为止哦。欢迎有兴趣的同学来订阅我们的 Language Tales。还有有什么疑问的话，都可以在我们的 Facebook 上，或者是我们的网站上，或者 YouTube 上
都可以留言哦。还有我们的网站也上线咯，网址是 langueTRAILS.com。 这里的网站上面不是只有全文而已，还有单字、例文，还有要考级的几级都有在上面，如果有兴趣的同学可以来看哦。谢谢，拜拜。